どうも皆さんはこんばんちは、アニジェです。アサシンクリートオデッセイ、続きやっていきましょう。アナバトス遺跡ということでね、まあ先ほどまではここに私いたんですけども、どうやらここにね、コスモスの門と島っていうのがあって、どうやら何かのね、きっかけがありそうだなと、情報がありそうだなということで侵入したいと思います。うるぅどすえぇ、素晴らしいぞ、光よ、うぃぃ、あ、いい火力出てる、いい火力出てるよ。素晴らしい。なんかどっかで来た気がすんだけどな、俺。似たようなのがたくさんあるってことかね、これ。来たよね、こういうっぽいの。まあ、ただ。特に何にもクリアして形跡がなかったんで。うれ、オーケー、チャージ、ほい、やってきた。クマ、ほい、オッケーオッケー。ないもんね、来たことは絶対あるはずだ。ここただなんで復活してんだろう。おりゅー、飛べ、ふい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 、よくやったクマよ。古代の石板があるはずなんだよな。あれか、古代の石板。お前の陣を取らなかったから復活しちゃったのかもね。お、ええええ、そして光よ、ええええええ、おいや、どす、ういうい、チャージ、ドン、そいや、光よ、ドン、
いいね、素晴らしいコンビネーションを見せた我々は。ここにあるのかい？あったそうか、全員倒せなかったような記憶もあるな。なんか残り一人どこにいるんだろうみたいな感じのあった気がする。うん、あと2人いるはずだ。1人の居場所分かってる。あとこれとか、これとこれだ。いやどうもー、どうもアレクシオスです。かわいそうとしか言えない。ダーとか言って横からクマに殴られる気分はどうですか。あと1人なると、やっぱもうこいつしかいないわけだもんね。長老とか言って女狩人チームか。こいつで最後だ。そうすると無事に、あちょっ、ここのアナバースト用水ステーキはクリア。クマの2連攻撃超強い今の。オーケー、次にあそこのハテナも消していこうぜ。あれか、ユウリハルコンだ。いやーやっぱ強えんだよなこのハンマー攻撃が。すげえ楽しい今。クリティカルですぐ10万ダメージいっちゃうから。どうも高い便です、お届けに上がりました。ふいふいふい、そして光る、燃えてますよ。ドン、燃えてます。めっちゃ襲われてるやんあいつ。よく生きてたなこの捕虜。むしろいい勝負してる。はい、とどめ刺されてるクマに。オッケーだい、オッケーだよ。ふい、ふい、チャージ。さらに下にもいるじゃないか。ドゥン、ヒヨス島のクマよ、共に向こうへ渡ろうではないか。なんかこっちにも働くマーク感じ。働くマークちょっとね潰しときたくなるんでね。馬がいるぞ。
ドンドン。あのハテナはなんだ、洞窟かなんかか。ハルパゴス洞窟。オーケー、さらに 200m 先に何かあるな。ここはちょっと全部ハテナマーク潰しとこうね。飛べー、丈夫だね、ポボス。たまに復活できなくなるけど。ボリッソス洞窟。どうせまたクマいるだろ、これ。ここはクマだらけだ、やっぱり。いや、ちゃうわ。うん、そうか。かわいそうだよ、もはや。クマ閉じ込められちゃってんじゃん、中に。あこれやばいやつだな。存在がなくなってしまった。めり込んでしまったようだな、どっかに。かわいそうだが、見なかったことにしよう。オッケー、戻ろう。ここに、あ、そうだね、ちょうど止めといてよかったね、アドレスティアゴ。ちゃんとイカルスのやつも作んないと。いや、さっきのクマは本当にかわいそうだった。岩の中にも埋め込んでて、そのまま、しかも異次元に飛んでったな。まあこの世界あれだから、全部仮想現実の中みたいな感じのあれだからね、何もこう心配する必要はありません。そうだった、船の船員変えてみよう。せっかくね、アルテミスガール。おお、アルテミスの女たちになってる。バイクめっちゃ馴染んでるやろ、これ。バイクじゃねえな、これカサンドラだな、こっち。いや、こっちがカサンドラか。さあ行こう、友よ。クマ出てきた。友よ。なんかこう、たまたま当たってしまった攻撃がね、原因で住人が敵になったときに、やっぱクマはね、すごい助けてくれると思うんでね。よう、クマの皮を持ってきたぞ。モノホのクマも一緒にな。皮を持ってきたのか。おう、皮をやろう。クマの皮ならあるぞ。大したもんだ。あの威厳あるクマと顔を合わせ、生きてそれを語った者はそういないぞ。あんたのその勇気は胸当てに値するものだな。
クマの毛皮を加工した鎧って書いてある。クマの毛皮の上にクマがめっちゃ乗ってるけど、それはびっくりするだろうな。さあどっから来るんだ傭兵は。ああちょうど船のところにいるね。行こうぜクマ、やつをやるんだ。あれどこ行ったあいつ、あれよしよしいいぜ。おい、どうしてどうしてどうして、おいおい、ほっのっとおい、おいおい、光よ。すごいコンビネーション。はいはい。最高だぜお前。ちょうどいい。目の前のやつに話しかけよう。税関倉庫って書いてあるな。よし、アレクシオス様が税関を取りに来てやったぞ。どけ。慎重に行動しないとダメだ。挨拶はどうした？アレクシオス様だぞ。はい。ん？誰に向かって物を置いてる？出そうの出してもらおうか。待って、クレーキのなってない奴らだ。どこに人がいるんだ。あれのビックルマークがそうか。どうした、助けてやろう。金さえ払えばな。落ち着け、何があったんだ。そうだ、夫の帰りが遅い。いえ、行方不明なのよ。夫は友人と巨大な狼をミュテレネの南へ追って行ったの。川が欲しいらしくて。そいつはバカだ。旦那は凄腕なんだろう。状況がわからないから不安でたまらないの。そういうな、お願い、夫たちを見つけて巨大な狼を殺して。なぜ狼を殺す。旦那と友人を連れ戻すだけでもいいだろう。殺さないとあのバカどもは狩りを続けるでしょう。この悪夢を終わらせなくちゃ。夫の兜を報酬として渡すわ。ふん、旦那を探してその巨大な狼を倒してやろう。ありがとう傭兵さん、何か手伝えることがあるなら。旦那と友人を見つけて巨大な狼とやらを飼って。アポロンの導きあれ。狼の復讐。二人の狩人がレスボスで行方不明になった。彼らは恋人の入り江の南の丘で狩りをしていた。先にじゃあワープポイントを取り納めますか。クマめっちゃ足速いな。ワープポイントはここを登ってきゃいいのかな。アルテミス神殿。
動いてくれ。シンクロ。めっちゃクマ待ってるわ。この辺かな。やつらを小されとかいう謎のあれも出てるね。よう。何かやることはあるか。スパルタの指導者がやっと死んだの。でもろくでもない兵士たちがまだ私たちの土地や海を怪我してる。みんないなくなればいいのに。つまりスパルタ兵を皆殺しにしろと。兵士を全員始末して唯一の方法よ。その仕事を引き受けた。よかった、安心したわ。全て片付けたら戻る。300m 過ぎ。ちょうどいいや、南に行く予定もあるしな。いやいや、どうも。税を納めてもらおうか。あるよ。えい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 え。クマ丈夫だな、おい。この辺だと思うんだよね。ピタコスの拠点。戦利品？どっからか入る方法ないかな。普通に空いてる場所があった。どうも皆さん。光よ。へい。はい。破片。へい。そいやそいやそい。はい。へい。ドン。戦い獣たち。こんなもんか。あり？スパルタ兵を始末して、カリウッドは一体どこで迷子になってしまったんでしょうね。どうもー。
い、おい、おい。えい、チャージ。えい、チャージ。はい、ほいほいほい、ドン。はい、チャージして、ドン。こんなもんか。傭兵来たな。傭兵さーん、どうもー。ドス光よ。ドン。ふい。どうした、お前の獣は死んだぞ。いいのかこれで。おら、あっちあっちあっち、ドンドン、チャージマックス、ほい、チャージマックス、ほい、チャージ、オフ、はいよ、減ってる減ってる、すげえ減ってる。未来の妻の嘆き、なんか新しいクエストが解放されましたな。で、問題の狩人たちは一体どこへ行ったんだろうね。この辺だと思うんだけどね。しゃみつぶしに行きますか。ターゲットが近い。あの角が言ってた神殿はここか。オッケー、行こう。はいや、はいや。おお。はい。やっぱ持つべきものはクマかもしれない。こいつは一体…石だ。狼はもう一人を引きずっていったな。行き先は洞窟か。やべえな、やられちゃってるじゃん。見つけた、狼に殺されてる。こいつが例の夫なのか。狩りの道具、彼らはここにいた。狩人が狼を追ってたのはこの山か。オーケー。目の前の穴のようだな。オオカミ力尽きてるぞ。これは大きい。だが死んでる。じゃあ何が彼ら。またクマだったりし、白狼の洞窟って書いてある。
大丈夫か。誰だ。女の使いで彼女の旦那と友人を救い、狼を殺しに来た。俺がその友人だ。彼女の夫は死んだよ。巨大狼を殺したが、腹に子を宿してた。ひどいことをした。あそこには何が。メス狼の皮を剥ぐと恐ろしい遠吠えが聞こえた。オス狼だ。友人を殺し俺を引きずってきた。待ち構えて。復讐したかったんだな。奴を殺せ。じゃなきゃ死ぬ。狼は食事の時間だ。俺は裁くためじゃなく狼を殺すために雇われた。待った。ありがとう。いるね。ふい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 。Okay.強そうだったけどな。死んでんじゃん。もう何もかもが手遅れになっちゃったよ。なんてことだ。戻りましょう。なんだこれ。未来の妻の嘆き、旅のついでか、あるいはたまたまその日は気が立っていたため、ガルクシュは無意識にある仕事を完了した。残された仕事は報酬を回収することだけだ。つってたまたまね、倒したスパルタ兵がどうやら何かの仇だったらしい。こういうのはいいよね。なんか受けてなくても、倒してたら報酬ももらえますよみたいな。適当にその辺プラプラする甲斐があるってもんですよ。敵じゃない。よう、任務は達成だ。戻ったのね。片付いたの。ああ。奴らをすべて始末したぞ。素晴らしい仕事だったわ。しっかり稼いだわね。いつでも力になる。ドン。でもう一つがここか。こっち寄ってから行ってみるか。ん？あっちか。よいしょ。さて、一体どんなクエストをクリアしたことになるんだ。よう、たまたまクリアしたぞ。いや、人手はいるか。あなたが商人を殺したって知ってるのよ、この人殺し。そうだ、商人を殺した。奴が死んだのは自業自得だ。コリンティアで何をしたのか、あんた知らないのか。コリンティアが何だっていうの。大切なのは私の人生。彼は私と結婚するはずだった。私とよ。ヘタイラにそんな機会どれだけあると思うの。どういうことやねん。普通に失敗で終わってしまったぞ。Yeah.
で、もう一つのやつがあるので。これか。間違いなく賞金稼げども気づかれる。おお、なんか目の前を走ってるぞ、賞金稼ぎが。そうだな、俺はお前から金を取り立てる。はい。いや、ほい。はい。はい。はい。いいね、クマいいよ。しかし、ひどい目にあったね。ミッションクリアしたというか、ミッション失敗条件が立ってしまった感があるね。どうも。夫は戻ってないわ。お願い、無事だと言って。旦那は死んだよ。そんな。だが狼を殺して生皮を持ってきた。復讐したと思えば慰めになる。慰め？復讐？夫は死んだのよ。その事実は変えられないわ。彼の兜を持って消えて。ぬぬぬ。仕事したのにこれだぜ。あ、そういえばこいついたね。こいつ倒しに行こうか。他のコスモスの情報もないしな。割と近くにいらっしゃる。よーし、行こう。やつを倒せばまた勝ち屋が手に入るだろう。結構倒してるけど全然減らないね。しかし、あの上すごいね。なんだあれ。近くまで来たぞー。普通にその辺にいるな、こいつ。ふいドン。おのおの戦場さ。ふいふいついふいやうわ。どす。必ず目返しにしてやる。オッケー。オッケー、出れない。
オッケー、倒したね。この辺も怪しいよね。まあでもこう無事今回声は倒しましたと。いやー結構1勢力、2勢力、3勢力、4勢力ぐらいは滅ぼした。これは何だろう、黒曜石の島。あーあったね、黒曜石の島。よくわかんねえんだよな、また探しとかなきゃ。というわけで今回はここまで。次もお楽しみに。またな。